Stephen M. Greer writes as follows. As I stated, the ETs have made it very clear that the entry ticket for human civilization to become interplanetary is first and foremost to be civilized, to live together peacefully, to renounce weapons of mass destruction, and to go out into space free of weapons system with a consciousness of universal peace.私がすでに述べたように、外惑星人は次のことを明確にしている。つまり、人間文明が外惑星人になるためには、まず最初にして、かつ最大に、皆が平和に一緒に暮らすために、人間自身が文明化することである。そのためにも、大量破壊兵器を放棄し、宇宙の平和を守るという意識を持って宇宙に武器システムを持ち込んではならないということである。 War in space to replace war on earth is not evolution but cosmic madness. A world thus united in fear is worse than onedivided by ignorance. It is now time for the great leap into future, a leap that moves us out fear and ignorance and into an unbroken era of universal peace. This is our destiny. It will be ours just as soon as we choose it.地球での戦争を宇宙を舞台にした戦争に置き換えるなどということは進歩と考えてはいけない。狂気の沙汰である。このような恐れに結びついた世界は無知でバラバラになっている個人よりたちが悪い。私たち人類は未来に向かって大きく飛躍する時である。つまり恐れと無知から抜け出て宇宙平和という未体験の時代に突入する。それが私たち人間が目指すべき運命である。そしてそれは私たちがそれを選択するや否や今すぐ私たちのものとなる。 Stephen M. Greer by 広志林Hamamatsu City, Japan. From fairest creatures, we desire increase, that thereby beauty's rose might never die, but as a riper should by time decrease. His tender hair
might bear his memory, but thou contract thine own bright eyes, fill thy lightest flame with self-substantial fuel, making a famine where abundance lies. Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. Thou that art now the world's flesh ornament, and only herald to the gaudy spring. Within thy own bud bears thine content, and tender churl makes waste in negarding. Pity the world, or else this gutter be, to eat the world's dew by the grave and thee.人間という美しい生き物をみんな増やしたいよね。だからね、美しいバラはなくならないんだよ。でもね、やがてそのバラの美しさも消えるよ。その記憶だけが優しく残るようになるよ。でもね、目が輝いている時というのはね、皆は自分のためだけに炎を燃やしているもんなんだよ。自分の豊かさの中で飢餓を作りながらね、あなた自身がね、あなたの残忍な敵なんだよ。つまりね、世界の中で自分の姿を飾っているだけ、ただけばけばしく自分の身を飾っているだけなんだよ。バラのつぼみを自分の殻の中に閉じ込めているだけ、しみったれたやり方で卑しくも無駄にしているだけ。世界を憐れもうよでなければ、あなたはただの大食漢、世界をむさぼるだけのね、で、あとは墓場へ消えるだけ。1500年後のイエスは、ミケランジェロ・ブアノレティという操り芸術家を通して、カッシナの絵の中に暗号を仕込みました。今日の物語は、ここから始まります。これがミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いです。この中に数字が仕込まれていました。775027です。で、この775027は何かということですけども、これはゲマトリア、つまり暗号でした。77はキリスト、50は聖書の、そして27はカインという意味であることが分かりました。つまり、キリストというのは聖書で言うカインなんだよということを、このような形で1500年後のイエス・キリストはですね、私たち人間にメッセージを残したということになります。ゲマトリアについて簡単に説明しておきます。一言で言えば、文字、言葉を数字で表した暗号ということになります。神秘主義思想、カバラの一種です。例えば、77は、キリストを意味します。そして、50は、聖書のを意味します。
そして27はカインを意味します。で、これら3つの数字を並べますと、キリストは聖書でいうところのカインであるということになります。アベルとカインのカインです。このような形で1500年後のイエス・キリストは自らの身分を明かしました。もう一度カッシナの戦いを見てください。ここに一文字の形で数字が隠されています。その上には、今日は紹介しませんが、ボスニア語でイボット、つまり生きているという意味の言葉が隠されています。カッシナの戦いはまさに暗号であったということになります。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチは775027の中から752という数字を抜き出し、67歳の5月2日に亡くなったということになっています。というか、亡くなったということにしました。それについても別のところで説明しましたので、興味のある方はどうかそちらをご覧になってください。ここで重要なことは、ゲマトリアで読むと775027はキリストは聖書でいうところのカインであるという意味になります。で、そのカインについてこれから説明します。同じくミケランジェロ・ブォナロティの書いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画をご覧いただきます。このほぼ中央部に創世記の絵が描かれています。左からアダム、そしてイブ。中央にいるのはリリトということになっていますが、セント・ジェロームの訳した聖書によれば、リリトではなくラミアということになっています。これがマリアの実像です。そしてその右にいるのがカインとその妻です。カインは首に剣を刺されています。この手に注意してください。中指と薬指がくっついています。シグナムマラノ、つまりマラヌスの手です。マラヌスの手です。注意深くご覧ください。マラノというのは、隠れユダヤ教徒の別紙語でした。後のイエズス会、つまりイエスの仲間の会のシンボル的なハンドジェスチャーでした。同じマラヌスの手をミケランジェロは他のシスティーナの礼拝堂の中にも書いています。神の手ということになります。神と人間が指を合わせようとしているその瞬間、この両者はやはりシグナム・マラノの手をしています。注意深くご覧ください。中指と人差し指がくっついています。これがシグナム・マラノ、すなわちマラノの手です。つまり、イエス・キリストのハンドジェスチャーということになります。ここが重要です。by 林博士です。ここからが本題です。ミケランジェロ・ブアノロティです。ミケランジェロはダ・ヴィンチ、シノレッリ、ベロッキオと並んで1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。そのミケランジェロは1564年に亡くなったことになっています。1、5、6、4をバラバラにして
合計しますと、その数は16になります。16ですね。そして同じ年、つまりミケランジェロが亡くなったのと同じ年に、イギリスでウィリアム・シェイクスピアが生まれたことになっています。同じ年です。これは偶然の一致かもしれませんが、1564という数字で一致します。そして16というのは言うまでもなく、1たす6イコール7の比数学で成り立っています。フリーメイソンリー・イルミナティの比数学です。そしてミケランジェロの代表作、ピエタ像です。マリアの向かって左側、右手に注意してください。マリアに抱かれているのはイエス・キリストです。イエス・キリストです。そしてマリアの指を見てください。中指と薬指がくっついています。マラヌスの手です。つまりシグナム・マラノです。シグナム・マラノです。まあ、このような形で1500年後のイエスはミケランジェロを通して自らの姿勢を明確にしました。もう一度ミケランジェロが描いたシスティーナ礼拝堂の絵を見てください。右から二人目がカインです。そしてその指はシグナム・マラノの指です。そして神の手を見てください。やはりシグナム・マラーノの手です。もう一枚、この絵を見てください。やはりシグナム・マラーノの手をしています。これこそまさにイエス・キリストのシンボルマークということになります。そしてシェイクスピアも同じハンドジェスチャーをしています。同じハンドジェスチャーをしています。つまり、シェイクスピアイコール、まあ、1600年後のジーザス・クライストということになります。1600年後のイエス自身ということになります。イエスはこのような形で、つまり自らの思想をシェイクスピアを通して語ったということになります。その一つが、ウィリアム・シェイクスピアなる劇作家が書いたと言われている14行詩、つまりソネットです。人間という美しい生き物をみんな増やしたいよね。だからね、美しいバラはなくならないんだよ。でもね、やがてね、そのバラの美しさも消えるよ。その思い出だけが優しく記憶に残るようになるよ。でもね、目が輝いている時というのはね、皆は自分のためだけに炎を燃やすよ。自分の豊かさの陰で飢餓を作りながらね、あなた自身があなたのね、残忍な敵なんだよ。つまり世界の中で自分の姿を飾っているだけ。ただケバケバしく身を飾っているだけなんだよ。バラのつぼみを自分だけの殻に閉じ込めているだけ。しみったれたやり方で卑しくも無駄にしているだけ。世界を憐れもうよ。でなければあなたはただの退職官。世界を貪るだけのね。で、
あとはそのまま墓場に消えるだけ。Talked about UFOs. I basically said, yeah, I understand, because here is what Area 51. Was giving to me since the year 2000 and beyond. Notice it's recent. And we have one triangle, then we have 1, 2, 3, 4, 5, and we have one that's 150 feet across, if not larger. And each one of these are separate documentation of UFOs that were photographed and taken across the world from the year 2004. Now, when you actually get what that all means, is a UFO, when it's white on the enemy's side, is ready to fly like that. And it's anti-gravity, that's the reason you don't hear anything. But when it's just parked means just floating in air. It could be above your house, like this, this, and this. This turns out to be the heads-up display that the aliens see of how to go to Area 51 and store the craft. Nevertheless, this is what the craft looked like. That's how they changed power. And notice that here's an egg-like thing, but it's standing on end. ネイバーはボイド・ブシュマンについて次のように書いています。ボイド・ブシュマン氏はアメリカロッキード・マーチン社でステルス戦闘機の製造開発に携わってきたシニアサイエンティスト、つまり上級科学者であり、世界的にも有名な航空宇宙科学者である。約40年間にわたり数多くの特許を取得し、航空宇宙産業に多大な功績を残したブッシュマン氏であるが、2014年8月7日に78歳で亡くなった。またブッシュマン氏はエリア51で UFO を研究しているチームに所属していた経歴もあり、その時入手した宇宙人の写真や数々の体験談を暴露し、30本にもわたるインタビューを YouTube に掲載したのだと。広志林Hamamatsu City, Japan。 今ご覧いただいているのはですね、小型 UFO についてブッシュマン氏が説明している写真です。下から順に上に行きます。そしてパワーアップする前が一番下、順にパワーアップしながら姿を変えていく姿ということになります。そしてパワーアップし航行可能な状態になると、このようにまあ、光り輝くというわけですね。
Neil Armstrong himself stated on October 1999 that we have no proof, but if we extrapolate based on the best information we have available to us, we have to come to the conclusion that other life probably exists out there and perhaps in many places. Neil Armstrong 自身も1999年10月次のように語っています。証拠はありませんが、私たちが入手可能な最高の情報による推測によれば、次のような結論に達しています。つまり、他の知的生命体がそこかしこ多くの場所に存在していますと。広瀬林、浜松セリージャパン。To our esteemed Honorable Paul Hellyer of Canada, we would give you 20 minutes, sir. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you for giving me this opportunity to speak, and thank you, Steve, for the invitation. My name, as I said, was Paul Hellyer. I'm a former Minister of National Defense for Canada. I served in three governments during a total of 23 and a half years as a Member of Parliament.Although as Minister of National Defense, I had sighting reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy, and Air Force into a single Canadian Defense Force. And that itself was a kind of battle to the finish. So this was the United States Air Force General. I accept the invitation of Victor Vigiani, who's over here somewhere, and his...cohort Mike Bird to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8. The document was prepared, which concluded that at least four species had...been visiting Earth for thousands of years. And this is my own view at this stage as well. So, morning, finally say that there are live ETs on Earth at this present time. And at least two of them probably working with the United States government. Other species that I learned about not too long ago was called the Tall Whites. And this is when Paula Harris broke the story just a few years ago. And through her good offices, I had the...Cosmonaut Viktor Anashev commented on a UFO sighting that occurred...while en route to the Salyut 6 space station in April of 1979 as follows. It followed us during half of our orbit. We observed it on the light side, and when we entered the shadow side, it disappeared completely. It was an engineered structure made from some type of metal,approximately 40 meters long with inner hulls. The object was narrow here and wider here, and inside there were openings. Some places had projections like small wings. The object stayed very close to us. We photographed it, and our photos showed it to be 23 to 28 meters long.Away. 宇宙飛行士ヴィクトル・アファナシェフは
1979年4月、ソリュート6号宇宙船へ行く途中、UFO の目撃について次のようにコメントしている。それは私たちが周回する約半分の間、私たちについてきました。私たちはそれを昼の間に見ました。そして地球の影に入ったとき、それは完全に消えてしまいました。それは技術加工された構造をしていて、何かの金属で作られていました。内部構造を持った長さが40メートルくらいのものでした。その物体は幅の広いところと狭いところがあり、その中に隙間がありました。いくつかの場所には翼のような突起物がありました。その物体は私たちに大変近づいてきました。私たちは写真によれば23から28メートルの距離からその写真を撮ったことになります。宇宙飛行士のニール・アームストロングは1999年10月次のように証言しています。証拠はありませんが、私たちが入手可能な最高の情報による推測によれば次のような結論に達しています。つまり他の知的生命体がそこかしこ多くの場所に存在しています。同じく宇宙飛行士のスコット・カーペンターは次のように証言しています。宇宙飛行士が宇宙で一人でいたことは一度もありません。常に UFO による連続的な監視がありました。カーペンターは1962年5月24日、周回中に UFO の写真を撮影している。NASA は未だにその写真を公表していない。アポロ17号ミッションの司令官であったユージン・サーナンは1973年ロサンゼルス・タイムズの記事の中に次のように書いている。私は UFO についてそれを尋ねられたことがあり、私は公にこう言ってきました。彼らは誰か他の人たちであり、どこかの他の文明の人たちであると思いました、と。Mission Control. What's there? Mission Control calling Apollo 11. Apollo 11. These babies are huge, sir. Enormous. Oh God, you wouldn't believe it. I'm telling you, there are other spacecraft out there, line up on the far side of the crater edge. They are on the moon watching us.Mission Control, what's there? Mission Control calling Apollo 11. Apollo 11, these babies are huge, sir, enormous. Oh, God, you wouldn't believe it. I'm telling you there are other spacecraft out there, lined up on the far side of the crater edge. They're on the moon watching us. Here you can see a picture of Mission Control Center. 何があるんだって?こちら、ミッションコントロールセンター、アポロ11号、どうぞ。アポロ11号。これらのベイビーは大きいです。巨大です。おお、神よ。あなたは私を信じないでしょう。私は今、こうして話しているのです。そこに他の宇宙船があるのです。それらがクレーターの反対側の端に並んで、そこにあるのです。月の底にあって、私たちをウォッチングしているのです。
広瀬林浜祭りジャパン。As a teenager, Tompkins had an eye for detail and loved to create navy ship and submarine models. これがニール・アームストロングが1969年7月に書き残したスケッチ画と言われているものです。本物か偽物かということを議論する前に、真実の追求者というのは常に一部あるいは一尾の嘘もあってはならないと心がけているものです。一尾あるいは一部の嘘でもあると全てが否定されてしまうからです。つまり All or nothing、 本物か偽物かということになりますと、私は本物であると判断しました。こうしたスペースクラフトがですね、クレーターの反対側のエッジにずらりと並んでいたというわけです。謎に満ちたアポロ11号ミッション、その向こうには何があるのか、調べれば調べるほど謎が深まるのがアポロ11号ミッションということになります。One of the world's leading UFO researchers who has lectured.私、林浩司が今まで調べてきたアポロ11号ミッションの結論はこうです。アポロ11号ミッションは確かになされた。その結果、3人の宇宙飛行士が月面に到着した。これはもう事実だと思います。が、同時にニューヨークのスタジオで偽のアポロ11号ミッションの着陸の様子が捏造された。理由はいろいろ考えられますが、スティーブン・グリア博士の本によればですね、万が一宇宙飛行士たちが月面でエイリアンたちに遭遇した場合に備えて、そのような偽動画を用意した、つまり動画って言いますかね、画像を差し替える、入れ替えるためにそのような偽動画を作ったというわけです。が、実際にアポロ11号の乗組員たちはですね、月面にエイリアンクラフト、あるいは ET のクラフトを見てしまった、あるいは見せられてしまったというわけです。そこで急遽偽画像に差し替えられ、世界中に報道されたということです。以上が私、林浩司が現在のところ得ている結論ということになります。
Evidence Arena, a website in France, writes about the Apollo 13 mission as follows. The questions are so many, but to see these images we can guess and something and certainly take note that up there, surely, the Apollo 13 astronauts were not alone.フランスのエビデンザリエナウェブサイトは次のように書いています。アポロ13号ミッションについては疑問は多いが、これらの写真を見たところいろいろ考えられるが、ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。広島市浜松市ジャパン。エビデンザリエナウェブサイトは次のように書いています。アポロ13号計画はアポロ11号12号に続いて第3回目の月面着陸を目的としたアポロ計画であった。1970年の4月11日にその月面ミッションはフロリダのケネディ宇宙センターにて発射されたが、その発射から2日と半分経ったところで酸素タンクが爆発し、月面着陸はキャンセルされた。その爆発により宇宙船そのものが激しく損傷を受けたため、3人の宇宙飛行士たちは月面着陸船のアクエリアスへ移動し、月面に着陸するための手段として使われる予定だった宇宙船を機関船として使用せざるを得なくなった。船内の熱がなくなる、飲み水が不足する、二酸化炭素除去装置の修理をしなければならないなどのかなりの困難にもかかわらず、宇宙飛行士たちは4月1日地球に帰還した。 YouTube の利用者が NASA の記録写真の中から興味深い写真を見つけた。それにはアポロ13号の近くを飛んでいる未確認飛行物体が示されていた。ここにその写真の出どころを明記しておくが、その物体を見るためには明度を上げ画像を明るくする必要がある。以下が NASA の公式画像である。画像8528ストリートキャップ1による撮影写真。
ここにお見せするのはアポロ13号宇宙船の周りに位置する人工物に見える物体である。このサイトのスコット・ワリングによれば、エイリアンの宇宙船は何か必要なことがあれば割り込んでくることができる範囲でアポロ13号の近くを飛行しているように見えるとのことである。次の写真の中では、もう一機の光る物体の前面に固体の物体を見ることができる。この物体はアポロ13号に事故を引き起こした謎の物体なのだろうか。アポロ13号の真のミッションは何だったのか。多分誰かによって禁止区域になっていた場所にアポロ13号が着陸を試みていたのではなかったのか。またそれ以来、私たち人間はなぜ月面に着陸していないのだろうか。エイリアンの拒否にあったのか。疑問は多いが、これらの写真を見たところいろいろ考えられるが、ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。繰り返します。ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How would that be? Run into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth, and on two occasions they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so.
I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USA, retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to Stanford Business School to study management, and then probably assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile, and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S. アメリカ空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD、つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時、数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実、ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。2つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時、私たちは核兵器を月まで運び、そこで
科学的な測定のための爆発をさせるつもりでした。が、これは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. In fact, that was the time when Area 51 became notorious.Recently, Russian UFO researcher Felix Jigel suggested that the explosion aboard Apollo 13 was caused by a UFO. In his story, he states that the UFOs used pulse magnetic beam directed at a small
plutonium bomb Apollo 13 was carrying to set off the small explosion. 最近、ロシアの UFO 研究家であるフェリックス・ジゲルは、アポロ13号の爆発は UFO によって引き起こされたと主張しています。彼によれば、UFO はアポロ13号が運んでいた小型のプルトニウム爆弾を電磁パルスビームを使って爆発したというのです。つまり、一般に説明されているようなプルトニウム電池ではなく、プルトニウム爆弾だったというのです。考えてみれば、まだその当時、プルトニウム電池などあるはずもなく、何らかの実験のために用意されたプルトニウム爆弾だったと考える方が自然ですね。アポロ13号が発射されたのは1970年、パイオニア15、つまり1972年に初めてプルトニウム電池が搭載されました。ともかくもアポロ13号には最初から最後までエイリアンが絡んでいた可能性が大変高くなりました。広志林、浜松市、ジャパン。1970年4月11日にアポロ13号が月に向かって発射されますが、そのアポロ13号は月へ向かう途中でですね、原因不明の不可解な爆発事故を起こして、故障します。プルトニウム電池を積んでいたと言われています。で、今右下にご覧いただくのがですね、それから7年後に発売されましたコンピューターです。で、私はこれをですね、買いました。が、そのコンピューターといってもですね、二次曲線をですね、ポッツ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 と描いていく程度の能力しかありません。でした。その7年前にアポロ13号が打ち上げられたということです。で、アポロ13号の乗組員たちはですね、皆さんご存知のように、まあ、奇跡的な、まあ、操作を行ってですね、無事地球に、まあ、帰還するというわけですけども、まあ、その時の様子が、まあ、詳細に記録されていますけども、その時、アポロ13号の帰還船はですね、微振動を繰り返し、まあ、くる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 と不安定な、まあ、回転をしていたわけです。その時に乗組員たちがですね、小さな三角窓を通して地球を見て、位置を知って、そしてストップウォッチを使って逆噴射をしながら、無事地球に帰還したというのです。こんなことがあり得るでしょうかということなんですよね。もしそんなことができるならば、つまり三角窓を見て、そしてストップウォッチで、まあ噴射をしながら、そのなんて言いますか、地球帰還ができるようであれば、まあコンピューターなんかいりませんしね。まあ、なんて言いますか、高度なテクノロジーなど必要ないわけです。まあストップウォッチがあればいいわけですからね。あとは窓の外を見ながら、そして地球を見て、そして位置を知って、そして帰還すれば良いわけですからね。宇宙旅行も簡単なものだなというふうに今にして思うとそう思います。まあともかくも、まあいろいろと言われてますけども、まあそんなことが可能だったかということですね。先ほど言いましたように、まだ当時はですね、パソコンといってもそんな程度と言いますか、そんなものもなかったのではないかと思いますね。それから7年後にやっとコモドール社から先ほどお見せしたような、まあ、パソコンが発売になったというわけです。そして同じパソコンを使ってですね、高校生であったビル・ゲイツが、まあ、勉強して、後に見る、まあ、あの、大会社を、完成させたということになります。そういう時代だったんですね。で、その、まあ、地球にめがけて、まあ、その、めがけてと言いますか、帰還することが、いかに困難な作業であったかということはですね、その、大気がありますね。地球の大気に向けて、その帰還させなければならないわけです。直角に、まあ地球に、まあ帰還しますとですね、大気の摩擦熱でですね、帰還船は爆発してしまいますし、その大気を外しますと、その、なんて言いますか、まあ
その宇宙船は永遠の彼方へと飛んでいってしまうということになるわけです。しかもその大気というのがですね、計算してみますとですね、卵の、殻がありますね。殻の中に薄い膜がありますね。その膜程度にしかないと言いますか、それを薄い膜にめがけて、うまく、誘導しないと、無事帰還できないわけですよね。そんなことは本当にできたのかということが、今にして思うと、謎ということになります。これが地球ですけども、この大気でね、今この矢印で示しているところです。この大気の間に、うまく、機関船を誘導しなければならないわけです。手前って言いますか、地球に向けますと、そこで燃え尽きてしまうわけですよね。その操作がですね、果たして三角窓を見ながら、そして、なんて言いますか、ストップウォッチで操作できるものかということですね。これがアポロ13号の、機関船を、って言いますか、それをですね、離れた時に写真で撮った、機関船です。このように故障していたというわけですね。で、大気の厚さといってもですね、直径10メートルのですよ、10メートルの球体で考えても大気の厚さというのは 0.5 ミリ、1ミリあるかないかという幅なんですね。その1ミリかあるないか、あるかないかという幅にめがけて、機関船を、誘導しなければならないわけです。そんなことが本当にできたのかということになるわけですよね。アポロ13号にはそんな謎も隠されているということになります。Hey YouTube, it's Rick from Look Now TV. Check out this awesome UFO video. I was on an American Airlines flight from San Jose, California to Houston, Texas on October 30th, 2015 when I noticed a blinding bright light in the desert near Luning and Gabbs, Nevada. I watched the object as the plane advanced. I saw a large silver disc that appeared to be in the middle of the desert. The disc was shooting orb-like lights into the air. The disc itself had multiple lights that were blinding to the eyes.I pulled out my phone and I took pictures until my phone died. I had a full battery, but was only able to get 6 pictures before my phone was depleted. The captain never said a word and the plane advanced until the object was behind the mountain range. No other passengers seemed to notice the disc or comment on it. Initially, I thought it was a satellite, but now leave it up to your interpretation. What do you guys think this is?こうした動画で最も重要なポイントは、その信憑性、信頼性ということになります。皆さんをエリア51へ案内します。で、先ほどの写真がですね、どこで撮られたかを検証してみました。右上がエリア51です。左下がネバダのテストサイトです。今ご覧いただいているのがエリア51です。そしてその左下に位置するのがネバダテストサイトということになります。光はどうやらこの辺りで見えたということになります。これはロシア語のウェブサイトですけれども、その中でこのライターは次のように紹介しています。一人の飛行機の乗客がネバダ上空で奇妙な光を目撃したと。光の位置を検証してみます。右上がエリア51、そして中央がその光る物体ということになります。で、右の方がですね、 Google Earth 上の実際の写真です。右の赤丸をつけたところがエリア51、そしてそのやや左上に、このような位置が見えます。そして水色の部分をですね、その位置に当てはめてみますと、この辺りだということがわかります。場所、位置は特定できませんでした。そしてその上空に
このような光る物体が見えたということですね。それを飛行機に乗っていた一人の乗客が撮影に成功したということです。で、この物体は何かということですけども、レンズのと言いますかカメラのブレでないことは確かです。というのもブレであるならばですね、一方向に皆同じようにブレるはずですけども、ブレる方向が違います。また位置もですね、左の写真と右の写真を比べてみてください。移動しているのが分かります。そして眩しいばかりの光を放っていたというのですね。まさしくエリア51の上空に現れた UFO ということになります。で、私林博士はこの光を見て1952年の7月19日から27日にかけてワシントン上空に現れた謎の UFO を思い出しました。これがその時撮られた写真です。フェイクの動画も発表されていますから、皆さんどうかご注意ください。これは写真の方です。その時撮られた写真が上ですね。ワシントン DC の上空で撮られた写真です。下がエリア51で目撃され、そして写真に収められた写真ということになります。比較してみるとですね、大変よく似ているのがわかります。2個ずつですね、光ですから球体状の物体がですね並んで飛んでいるのがわかります。で、上の方もですね、カメラのブレではないかと一度検証したことがありますが、微妙にその並んでる方向が違うということですね。カメラのブレであるならば狂いなく同じ方向にブレるということです。上がワシントン上空に現れた UFO です。下がエリア51で撮られた UFO ということになります。皆さん自身の目で比較してください。そして2個ずつ並んでいる、あるいは2機ずつ並んでいるということですね。こうした共通点あるいは共通性を皆さんはどのようにお考えになりますか。私林博士はこの両者は同じ UFO であると判断しました。確率論的にもありえない共通性あるいは共通点ということになるからです。で、結論ということになりますが、私林博士は次の2つを結論として考えたいと思います。エリア51、つまり51というのは11種ギャマトリア、ユダヤの暗号によれば火星を意味するなどということから、エリア51はもともとは火星人の地球上での基地であったと考えています。そのエリア51に現れた UFO とワシントン上空に現れた UFO がですね、酷似しているという点から、ワシントン市上空に現れた UFO は火星人の仕業によるものであると私は判断しています。もう一つ重要なポイントはですね、このワシントン上空に現れたのは1952年です。その3年後から、つまり1955年からエリア51の、建設が始まっています。これらの年代を並べてみるとですね、ワシントンパニック事件がきっかけとしてエリア51の建設が始まった、あるいはその時に何らかの形で火星人と地球人の間に密約があったということになります。あのグレーエイリアンが写真に収められたのもちょうどその頃ということになります。つまり1952年のワシントン UFO パニック事件が引き金となって何らかの密約がなされ、1955年から、火星人の地球基地であったエイリア51がですね、アメリカ軍に渡され建設が始まったということではないでしょうか。後の判断は皆さんにお任せします。 Bye for now。
As to Area 51, Wikipedia English writes as follows. The United States Air Force facility, commonly known as Area 51, is a highly classified remote detachment of Edwards Air Force Base within the Nevada Test and Training Range. According to the Central Intelligence Agency, or CIA, the correct names for the facility are Hermey Airport and Groom Lake, though the name Area 51 was used in a CIA document from the Vietnam War. The facility has also been referred to as Dreamland and Paradise Ranch, among other nicknames. The special use airspace around the field is referred to as Restricted Area 4808 North. Then what is Area 51? Nowadays, more and more people have confessed about Area 51, what it is. Some do before they die, and some do alive. Mr. Richard Doty, an ex-special agent for AFOSI, or Counterintelligence for the Air Force Office of Special Investigation. Area 51とは何か？近年になり、より多くの人たちがエリア51について語り始めています。ある人は死のベッドで、またある人は死を覚悟して、元空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであったリチャード・ドティもその中の一人です。広し林浜松シティ、ジャパン。スティーブン・ M ・グリアー博士が Unacknowledged という本の中でリチャード・ドティ氏の証言をまとめていますので、今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお聞きいただきます。リチャード・ドティの証言。リチャード・ドティは空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであった。8年以上にわたりリチャード・ドティはニューメキシコのカートランド空軍基地およびネリス空軍基地、つまりエリア51と呼ばれているが、それらの基地及び他の基地において UFO 及び外惑星人問題の任務を特別に担っていた。以下、リチャード・ドティの証言。私はネバダのテスト基地にいました。それは現在ネバダ安全サイト、つまりそこが現在エリア51と呼ばれていますが、当時は DET3 テストセンターと呼ばれていました。私が1981年から1985年までそこにいた時にはエドワード基地の DET3 テストセンターと呼ばれていました。エリア51には実際には2つのサイトがありました。 DET3 のテストサイトとグルームレイクです。そしてそれからパポースと呼ばれる付属の施設もありました。そのパポースに地下基地への入り口がありました。私は対情報活動の上級士官としてそこで9ヶ月過ごしました。そこでは大変きちんとした仕事がなされていました。エリア51にも施設があり、ソビエトの衛星が上空を通過した時など写真が撮られないようにとレーザーを放ったり、ソビエトの衛星カメラを盲目にしたりしていました。
そこには2つの異なった複合建物があり、それらはすべて区画分けされていました。その中の一つにエイリアンの乗り物があり、また人間製の反重力エンジンの乗り物がある全く別のエリアもありました。地下施設の中に外惑星人の乗り物が格納されている施設もありました。その複合建物の地上部の端に反重力エンジンの ARV、 つまりエイリアンの再生乗り物が格納されていました。私がそこにいた間に私は反重力推進クラフトを見たことがあります。そのクラフトはあらゆる種類のタイプの形をしていましたが、彼らはそれを組み立て、それを飛ばそうと試みていましたが、その多くはうまく飛ぶこともなく墜落したりしていました。そうした乗り物を飛ばす契約をしていた主な会社には E システム社、ジョンソンシステム社、サンディア社、ライブモア社、ロスアラモス社、テクトロニクス社などがありました。 GE モノトーラ社については、モノトーラ社は巨大な施設を持っていて、その施設の中で ET の通信機器がどのように働くか、あるいは ET の通信装置がどうなっているかを調べていました。ロッキード社もそこにありましたし、ノースロップ・グラマン社もありました。当時は EG&G 社もそこに居を構えていました。ジン・ラスコウスキーがその EG&G 社のチーフでした。それでいつも彼は自分のことを安全オフィサーと呼んでいました。彼には多くのことが知らされていました。そのジン・ラスコウスキーは1977年から1991年までエリア51の安全チーフであったポール・マクガバンのようにたくさんのことを知っていました。ジン・ラスコウスキーは現在は引退していますが、フルタイムでそこで仕事をしていました。そのポールが DIA、 つまり防衛スパイ組織の計画とプログラムのディレクターをしていました。ポールは DIA の序列の中では第3位の地位にいました。私が目撃した地下サイトの中で、私は2機の乗り物が重力に逆らっているのを見ました。それは卵型のものでした。大きさは多分10フィート ×20 フィート、つまり3メートル ×6 メートルくらいでした。あまり大きくはありませんでした。それには私たちがつけた着陸ギアがついていました。というのも、その乗り物の構造には合わなかったからです。また、それにはほとんど液体のようにも見える重門、つまり窓のようなものがありました。あなたがそれを見たら、あなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょう。が、私は外観を見ただけで、その内部は見ていません。で、私はパポース複合施設ではもう一つの巨大な乗り物を見ました。その施設の中を下へ降りていくと、それは右側の最初のベイにありました。巨大な乗り物です。その乗り物はどこか墜落した古い乗り物のように見えました。というのも、壊れたような箇所があったからです。が、その表面及びすべてが奇妙に見えました。それは私たち人間が組み立てたようなものには見えませんでした。パポース地下基地へと入り、下へ降りていくと円形の実際
馬蹄形の形をしたランプ、つまり移動型昇降階段のようなものがありました。そこからはハンガー7の近くのエリア51南西角に向かう四方八方に伸びたそれぞれの場所に向かう枝分かれした通路になっていました。途中にエレベーターがあり、区分けされた上下空間がありました。バッジをつけていなかったらあなたはその中に入ることはできません。そこではすべてがバッジシステムになっていましたし、そのバッジがなかったらそれらのいくつかの中には入れない仕組みになっていました。つまりバッジがなければ限られた空間へしか入れませんでした。前にも話しましたように、もしあなたがエイリアンの乗り物について携わっていたら、人間が作った反重力エンジンの乗り物に携わることはないという仕組みになっていました。1980年に私は何か全く異なったものについての説明を受けるためにライト・パターソン空軍基地に行きましたが、そこにいる間に私は今までここに話してきたことに関して説明するように求められました。そしてある施設、つまり地下施設へと連れて行かれました。私たちは階段を降りランプを降りましたが、そこは巨大な空間でした。私は実際は見ていませんが、後になってアーニ・ケラーストラス氏からそこにはエイリアンの死体があると聞かされました。またさらに後になってからその死体についての極秘マニュアルの中でそれについて読んだことがあります。8 o'clock a.m. March 16, 1957 Variant Tall arrived in a ship which landed in Alexandria, Virginia in an agricultural field. According to Dr. Strange's, Tall was about 6 feet tall and 185 pounds with brown, wavy hair and brown eyes. The police were the first on the scene and found him calm with only one request, to meet with President Eisenhower. So they took him through the Pentagon,where he met with the Secretary of Defense and later with Eisenhower, Nixon, and all the Joint Chiefs.1957年の3月16日、バリアント等は船に乗ってやってきて、バージニアのアレキサンドリアの農場に着陸した。ストレンジズ博士によれば、トーは身長は6フィート約180センチで、体重は185ポンド、茶色でウェーブのかかった髪の毛、それに茶色い目をしていたという。最初にその場面を目撃し、トーを発見したのは警官だったが、トーは落ち着いた言い方でアイゼンハワー大統領に会いたいとその警官に申し出たという。それで彼らはペンタゴンへ連れて行き、最初に国防長官、後にアイゼンハワーやニクソン、それに全ての関係部署の長と会ったという。バリアント等は
合衆国政府とともに3年間残ったという。その本、つまりペンタゴンのスレンジャーによれば、党は宇宙空間委員会を代表して地球に干渉するため、委員会の交換によって地球へ送られてきたという。宇宙空間委員会は人間の核兵器能力を心配し、核兵器が人類の絶滅に導くかもしれないと心配していたという。これらの主張は奇妙に見えるが、最高幹部との一緒に写っている党の写真が表沙汰になると、その主張を議論しようなどという人は誰もいなくなったという。つまりペンタゴンのストレンジャーの著者であるフランク・ストレンジーズ博士は、ペンタゴンの中でも最高機密の安全委員会の連邦元帥でもあり、かつ牧師でもあったからである。ストレンジーズの記事は、E. バード司令長官の甥であるハーレー・バードによっても裏付けられている。 E. バード司令長官は1957年から1963年まで国防省で勤務し、ブルーブック計画の一員でもあった。ブルーブック計画というのは、 UFO 報告を調査するための軍のプロジェクトのことを言う。アイゼンハワー大統領の家族、その中にはアイゼンハワー大統領のひ孫のローラ・アイゼンハワーも含まれているが、そういった家族ですらも、このペンタゴンのストレンジャーの中の話は真実である、真実であると主張している。また同じ話が秘密政府計画の安全委員会にいた地質学者でもあり技術者でもあった故フィル・シュナイダーによっても話されている。彼はあの有名なエリア51で軍の地下基地を建設するために働いていたという。シュナイダーは党に会ったと言い、党は1950年代に地球を去ったという。広志林、浜松セリージャパン。そうですとも、軍の関係者の会議ではいつでもそれについて議論していましたよ。でね、それについて彼らは私に何も具体的な報告をすることはできませんでしたよ。つまりね、いつも空飛ぶ円盤とか他の話が続いていましたよ。1954年を境にして、アメリカ合衆国政府はエイリアン及び UFO に関する情報を一般大衆から完全に遮断します。エイリアン及び UFO に関する情報は水爆あるいは水爆以上の国家最高機密と位置づけられたわけですが、それ以前はというと、アメリカ合衆国の政府高官もある意味で日常的にエイリアン及び UFO 問題を話題にし口外していました。大統領とて例外ではありませんでした。アイゼンハワー大統領もその中の一人ですが、それ以後エイリアン及び UFO 問題は国家最高機密となり現在に至っていますが、勇気ある心ある人たちの口まで閉ざしたままにしておくことはできませんでした。一人二人とその当時の話を告白暴露し始めています。そうした人たちの証言をスティーブン・ M ・グリア博士は一冊の本にまとめていますが、何しろ膨大な量の証言です。
ここではその最後の部分のその一部を翻訳して皆さんにお届けします。ある博士の証言。最初の夜、私たちはサターンロケットをハンガーから外に取り出そうとしていました。私はコンピューター室に座り、そのまま深い眠りに落ちてしまいました。で、午前4時頃だったと思います。私の技師の一人がやってきて、私を揺さぶり起こしました。博士、外へ出てきてください。何か大変なことが今起きています。あなたはそんなようなことが起きると言っていましたね。それが起きています、と。彼らはちょうどサタンロケットを外へ出し、写真を撮っているところでした。その時、カリフォルニアのシールビーチに巨大な円盤が降りてきたのです。私はロケットの上でホバーリングしている宇宙船の写真を持っていませんが、その時円盤は降りてきて、およそ400人の技術者たちがそれを見ました。1966年の4月午前4時のことです。こんなことすべてがどうやって秘密にできるというのでしょうか。私と一緒に働いていた人たちは皆消えてしまい、それ以後全く連絡はありません。私と一緒に働いていたロッキード・シャンクワークスの仲間なんですが、彼はオーロラ契約のすべてを私に話してくれました。彼は多くのことを話し始めましたが、彼もまた消えてしまいました。彼がどこへ行ったか誰も知りません。彼がいたところは閉鎖され、たった一晩でどこかへ行ってしまったのです。結論ということになりますが、今まで私たちが考えてきたエイリアンとは明らかに異質なといいますか、人間そっくりなエイリアンということになります。今の段階ではそれを判断するのは私たち自身ということになるのではないでしょうか。最後にアイゼンハワー大統領はこんな意味慎重な言葉を残しています。私たちは軍によって捕捉されたものであれ、また捕捉されないものであれ、予想できない何かが起きていることに備えて、私たちは自分たちの身を守らなければならない。そこにあってはならない災害が起こりつつあるという可能性は存在するし、今も続いている。それがいかに深刻な問題であっても、そのことによって私たちの自由と民主主義が危険にさらされることはあってはならない。決してなるようになっていくのを当然と考えるべきではない。平和と自由を守るためには、それを知りうる庶民に警告し、強大な軍隊と産業を組み合わせることによって、私たちは平和な方法を用いて防衛を達成することができると。Dave, if I were to tell you what happened at Roswell, you would never see the world in the same way again.
Air Advisor to President Truman, General Robert Landley, talking to his grandson as follows. Dave, if I were to tell you what happened at Roswell, you would never see the world in the same way again. Dave, もしロズウェルで起きたことを私がお前に話したら、お前は世界を今までと同じように見ることはないだろう。トルーマン大統領の空軍補佐官であったロバート・ランドリー将軍は孫のデイブにこう語っている。デイブ、もしロズウェルで起きたことを私がお前に話したら、お前は世界を今までと同じように見ることはないだろうと。ヒロシハヤシ、浜松市、ジャパン。そのトゥルーマン大統領は次のように語っています。Yes, we discussed this at every conference that we had with the military. There was always things that going on. There were flying saucer and other things, you know, if I am not mistaken. そうだと思う。私たちはね、軍部と会議するときはいつもその問題について討論しているよ。いつも続いているんだよ。君たちが言うところのね、空飛ぶ円盤についてね、もし私が間違っていなければと。トゥルーマン大統領は UFO の存在を公式の場で初めて討論した大統領としてよく知られています。エイリアンとの間に交わした条約、それがトゥルーマン条約とも言われています。デイブ、 If I were to tell you what happened atRoswell, you would never see the world in the same way again. Air Advisor to President Truman, General Robert Landry, talking to his grandson. What happened to Truman behind the so-called Truman Treaty with Gray?トルーマン大統領の空軍補佐官であったロバート・ランドリー将軍は孫のデイブにこう語っています。デイブ、もしロズウェルで起きたことを私がお前に話したら、お前は世界を今までと同じように見ることはないだろうと。広し林、浜松市、ジャパン。第33代アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンの時代にエイリアンのグレイとの間に交わされた秘密条約が、いわゆるトルーマン条約です。本当にそのトルーマン条約はあったのかなかったのか、その真偽のほどはよくわかりませんが、これがハリー・S・トルーマンです。で、ハリー・S・トルーマンは1953年まで就任していますが、その1年前の1952年に、あの1952ワシントンパニック事件が起きています。俗に言うメリー・ゴーランド事件です。ワシントン市の上空に UFO が大挙やってきたという事件です。その事件と、まあ、直接的にトルーマン条約と関係があるというふうには考えられていません。トルーマン条約の基本となったのは1947年のロズウェル事件だったと言われています。で、ともかくも
トルーマンの時代にトルーマン条約が結ばれたと言われています。下の絵、写真がですね、その時の様子だと言われていますけども、真偽のほどはわかりません。で、トルーマン条約の骨子はですね、いわゆるエイリアンによるアブダクトを許容する代わりに、その代わりにアメリカ政府にエイリアンはですね、高度なテクノロジーを与えるという内容だったと言われています。で、人間には危害を加えないと。また人間を地球に返すときには記憶を消すと。まあ、そういった条約であったようです。右上の動画は別の場所で隠し撮りされたグレーエイリアンの動画と言われています。まあ、いろいろ言われていますけども、私はこの動画は本物であると判断しました。で、そのグレーとの間に結ばれた条約が先に言いましたトルーマン条約ということになります。まあ、人間をですね、アブダクトするのを、まあ、許容する代わりに、まあ、グレーエイリアンの方はですね、人間に、と言いますか、アメリカ政府に、高度な、いわゆるテクノロジーを教えると。で、何らかの理由で、グレーは人間の何かを必要としたというわけです。そして人間を地上へ無事返すと。そして、人間の記憶を消すと。まあ、そうした条件が付けられて、トルーマン条約が結ばれたということになります。私は、このトルーマン条約の裏に、1952ワシントンパニック事件が絡んでいると思います。繰り返しますが、1952年7月、ワシントン市上空に、たくさんの UFO が現れました。そういう事件なんですね。で、その事件と何らかの関係があるのではないかと考えています。その動画はこの後につなげておきます。で、この写真が、まあ、残っているわけですけども、これがグレーの写真と言われています。結論ということになりますが、以上のことを総合すると、アポロ11号、そしてアポロ13号の背後には、ET、あるいはエイリアンの存在があったということになるのではないでしょうか。アポロ11号はエイリアンの助けによって月面に着陸した。そしてアポロ13号は背中にプルトニウム爆弾を積んでいたことが理由で一度は破壊されたものの、その後やはりエイリアンに救助されて地球に帰還したということになるのではないでしょうか。アメリカ合衆国政府とエイリアンの関係を考えるならば、それもありということになるのではないでしょうか。あくまでも疑惑ということですが、大きな大きな疑惑ということになります。Bye for now.